というわけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、もう忘れかけているかもしれませんけれども、ステイホームお願いいたしますね今時まだこんなこと言ってんのみたいなね、ツッコミがね、画面の向こうから聞こえてきそうな気もしますけれども、だんだんあったかくなってきたこの時期、あっさりさっぱり食べたいけれども、がっつり行きたいなというわけで買ってまいりました。それがこちら、ダセーン、富士そばさんのカツ丼セット、カツ丼大盛り&紅生姜店です。過去に何度か富士そばさんのお料理をご紹介する動画アップしたかと思うんですけれども、その中でもね、カツ丼食べたことあるだろうっていう疑惑湧いてはきましたけれども、やっぱりね、今日はがっつり気分だなっていうことでね、カツ丼を食べたいなという本日。そしてこちら紅生姜店ね、ここ最近急に流行りだした気もしますけれども、生姜のね、ちょっと甘酸っぱいさっぱりとした感じのね、揚げ物でお蕎麦ツルツルっとすすってさっぱりがっつりいきてえなということでの、今回果たしてどのようなお味なんでしょうか。それでは今日も張り切ってかーでしん、はい、というわけでね、早速ね、大盛りにしました。初のいただきましょう。いや、もう間違いのない美味しさですね。ちょっと甘めのお蕎麦のおつゆと卵の相性が抜群で、それを包んでね、カツの美味しさをさらにブーストさせてるといった感じ。これは本当に夢になりましたね。これは夢ですよ。で、ご飯を食べた後にね、スープ感覚で蕎麦をいただくっていうのもね、いいですよね。はい、そりゃそば、いや、今回冷たいお蕎麦にしたんですけれども、ちょっとね、お蕎麦のおつゆを吸っちゃった感はあったりしますけれども、あの、さっぱりいただけて美味しいですね。はい、そして九段の紅生姜店いただきましょう。ね、ジャンクな揚げ物のザ油といった味わいなんですけれども、噛んでいくごとに玉ねぎの甘さ、そしてね、紅生姜のさっぱり感が、いや、より美味しさを加速させてくれてますよ。いや、美味しい。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。飛び抜けた個性があるというわけではないんですけれども、いやーね、各駅ごとにある富士そばさん、さすが富士そばさんといった感じでね、庶民的でありながらもしっかりと基本を抑えて万人に好かれるタイプの味わいで、とんかつはね、そうそう、これこれっていうね、甘めのお出汁が効いたカツとじとね、ご飯との組み合わせも最高でしたし、冷やしそばの方はですね、さっぱりとしてこれからの季節にぴったりだなっていう感じでね、がっつりいただきましたし、なんといっても紅生姜店、玉ねぎのね、甘さなんかもちょっと感じられつつ、さっぱりとしていながらも油で包んであるから結局ジャンクなんじゃないのみたいな、こういった味わいでね、いや、とっても美味しくいただくことができましたね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は富士そばさんのカツ丼セットに紅生姜店トッピングしていただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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